はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。集まれ動物の森、たくみライフ引き続きベストを作っていくんですけど、今回はね後編の完成編ということで、まあこんな感じで仕上がりましたよと。でまあ途中からねこの完成に向けて続きやっていきますのと、あとはお庭とかもね作っていきますので、まあこの完成目指してやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、なんかゆったり空間ちょっとできたんですけど、冷蔵庫置く？冷蔵庫置く？そうね、なんかそっち側そこの近くにあるといいよねみたいな、ちょっとそういう思惑が あるので、どこになるんだろう。ちょっとこっちかな。こういうキッチンアイテムではない。あ、これあ、こういう系、こういうなんか白いやつというか白物系みたいなのがまとめて置いてあったんですけど、ここのなんかソファーのちょっと裏にこういうのあるといいなみたいな、ちょっといや、どうなんだろうね。いや、なんか思ったんですけど、なんかここここのセットがこっちで、このセットがこっちという選択も今ちょっとあったのかなってふと思ったんですけどいや、どうなんだろうね。いや、どうなんだそれ。あー、ちょっと待って、なんかそっち悩ましいね。なんかどっちがいいとか別にないからなみたいなそうなんだよね。あの前のアプリ系の別荘の時にここ一式が左に置いてあったし、ちょっと今日は左右変えてみるみたいな、ちょっとなんとなく気分で変えてみるみたいな、ちょっとそんな感じでいきましょうか。で、冷蔵庫の色に関してはどうしよっかな。なんか白ありやけどブラウンとかにするとこうなるんだよね。なんか背景でそうなりますみたいな感じなので、ブルーとか意外といいかも。黄色とかもありなのか。黄色にする。あ、どうだ、ちょっとなんかこの辺のなんかイエロー感がちょっと近い気もせんでもないなってふと思ったので、なんだろうな、シルバー、まあ、シルバーもいいけどね。黒ブルーにしましょう。ブルーでこういう感じで置いてる。で、なんかこっからね、飲み物取ったりみたいな。すぐ取れる位置にあるし、まあ、この辺の周りもね、ちょっと便利だよみたいな、ちょっとそういう感じにしましょうか。テーブルの上はね、なんかね、何かその、なんかね、あー、こういうのいいね。こういうのいいけど、こういうのもいいなみたいな。こっちのカウンター側は、マルゲリータ置く。ちょっとマルゲリータをこう置いて、で、こっち側のテーブル側は、こういうスナック菓子みたいな、スナック菓子ちょっとみんなで、みんなでつついてみたいな、なんかそういう感じでいきましょうか。で、種類は、ここがまず中身の前にパッケージ選びましょうなんですけど、どうしようかな。なんかブルーイエローにする。ブルーイエローで、クラッカー。なんかしょっぱそうなやつ。クラッカー。クラッカーってしょっぱいの？なんかクラッカーってあんま食べるイメージがないというか、なんか、単純に僕の生活の中にね、入り込んでないなみたいなところがあるんですけど、ちょっとこういう感じで置いてみましょうか。で、どうしようかな。なんか、ここの上、何かそういう、ランプ的なのか、シーリングファン置きたくなるけどな。そうなんだよね。そこのソファー置いちゃうとそうなっちゃうんだけど、ちょっと待てよ。今日ちょっとシャンデリアにしましょうか。ね、なんとなくそういう気分。スパイラルにする。通常にする。はたまた違うやつにするかみたいなところなんですけど、
そう、普通のやつ、普通のやつ。ちょっと豪華すぎんかこれなんか豪華すぎんか。いやでもスパイラルぐらいでちょうどいいかな。なんかこんな感じにしようかな。でシルバー、ゴールド、ブラック、黒でちょっと溶け込むか、ちょっとあえてシルバーでちょっとこうラインが見えてるような、なんかそういう感じにするか。ちょっとこっちにしましょうか。うん、でこっち側のカウンターの方に関しては、放浪のランプ置きたくなる。放浪のランプ置きたくなる。ちょっと放浪のランプ置きましょうか。色は緑でいいと思うんだけどね。白系という選択もあるのか。どうなんだろうね。まあでも壁がちょっと濃いしありなのかなとも思いつつ、なんかこっちのキッチンが白いしどうかなみたいなのもありつつみたいな。やったらここでこそ黄色登場させるか。ちょっとね、ちょっと距離空けたしという、ちょっと距離空けたしという、感じをちょっと自分に言い聞かせてみたいな。うん、そんな感じでちょっと行ってみる。で、まあ、ちょっとね、なんかせっかくやからちょっとどっか座っててほしいなみたいなところあるんですけど、ちょっとここ座ってもらう。こういう感じで座ってもらって、で、あとはこっち空間が、どうにでもできるんだなみたいな何でも置けちゃうぞみたいな、そういうところなんですよね。よし、じゃあね、ちょっとせっかくなのでせっかくなのかな、ちょっとなんとも言えない、せっかくなのでなんかね、この辺のをちょっと飾っていきたいなみたいな。うん、暖炉も捨てがたいよね。暖炉も捨てがたいんだけど、どうしようかな。なんかね、こういうのちょっと置いてますみたいな。この種類はちょっとよくわかんないこの種類よくわかんないんだけど、どうなんだろうね。なんかこっちの雰囲気やったら、どっちかっていうとなんかね、ここの雰囲気で言うとこういうベースなのかなってちょっと勝手に思ってるんですけど、ベース、あー、うーん、ベース置いちゃう。ベースを置いて、こうです。で、こうです、みたいな。ちょっとね、なんか、聞きながら合わせて、ちょっとね、弾くみたいな。で、なんかね、アンプこれさ、ちょっと、なんか、ご家庭にあるにしては、ちょっとでかい。なんか、ミニぐらいでいいんだな、みたいなところがあるんですけど、ね、ないよね。そう。一応見てみるけど、やったら、まあちょっと大きいけど置いてみるか。ちょっと置いてみて、どうなん、こんぐらいの距離感にして、でこっちはこっちでちょっとね、ここのね、部屋ちょっとね、そう、思ったより広いにしても、ちょっと椅子置きすぎちゃう問題は若干ね、なんかあるような気もするんだけど、そもなんかみんなでワイワイだぜみたいな、なんかそういう感じでいこうので、クールなチェアにする。クールなチェアが、待てよ、この辺あるっけ。これですね、これをこういう配置で、ちょっとこうちょっとね、囲んで、で、なんかね、ちょっと音楽聴いてたり、なんか合わせてちょっとね、なんか演奏してたりみたいな、ちょっとそんな感じでいくか。で、こっち側はどうだろうね。ちょっとアンプの色どうする。ま、黒、あー、つまって白いやつもあんのか。つまってよ。白いやつにして、こっち側のベースの色が、ナチュラルにする。ナチュラルにしちゃおうかな。で、ここの下になんか引きたい。こっちもなんか引いちゃおうぜ。ラグで、こっちはなんかね、こういう黄色。あー、なんかいいんじゃない、いいかな。いいんじゃないと言ってからすぐいいかなってなったんですけど、いや、どうなんだろうね。悪くはない。こっ
これ赤ブロックしますか。赤ブロックしてちょっとちっちゃいのか、ちょっとちっちゃいのか、なんか 4×4 ぐらい、 4×4 ぐらいでなんか赤いやつ、匠ライフのカーペットか。なるほど、中華ならぐ、中華ならぐっていうデザイン。あー、なるほど。待てよ、候補、候補、こう、こう、あー、ね、いや、なんか意外となんかチカチカするな、なんかそここっちの方がなんかシンプルでいい気がした。うん、なんかなんだろうな、なんか謎のチカチカ感がなくて使いやすいみたいな、ちょっとそういう感じがあるので、ボーンな玄関マットとかもありますね。ありますけど、ちょっとこう、ちょっとね、壁にそこちょっと詰めてる感じでこうやって引いてますよみたいな。そうすると、なんかここの入り口の色が、なんかこの色じゃなくていい気がしたんですけど、黒にするか、ちょっと黒でちょっと、うん。まあ、そっちはもうね、ここの外空間だよみたいな、ちょっとそういう感じでちょっとやっときましょうか。ちなみになんですけど、ここってなんか置けんの？あ、置けないね。ちょっとなんか今まで試したことなかったけどなんかそっちの外なんか置けるんかなと思ったんですけど、無理っぽいので、でこういう感じで置いてる。どうしよっかな、ここの椅子の色変える？あー、足だけ白くするというのはありな気がする。ちょっとそんな変わらへんけど、なんとなく、足白にして、ちょっと待ってよ。いや、これは黒でいてほしい。うん。黒で、座面黒で、まあ足だけ白だよみたいな、ちょっとそんな感じでいきましょうか。で、あとは、どうしようかな。ちょっと待ってよ。ここに、なんかね、そう。いや、そう、うん。なんかね、メトロノーム置きたい。あるある。メトロノーム置いて、で、どうしようかな。ブラウンにする。こういう。こう。こっちと。こう。囲んでリズム取ってみたいな、そんな感じでいきましょうか。さあ、あとはね、なんかこの辺の空間をどうするかなんですけど、暖炉置けちゃうな、いや暖炉置けちゃうな、なのかベッド置くかなのか、はたまた本棚置くかみたいな、ちょっとね、なんかそういうちょっと選択肢がいろいろと生まれてるんですけど、ちょっと暖炉置くとこうなります。こういう感じ。うん。どうしようかな。暖炉と本棚置く。ちょっとどうしようかな。あえてここ広々開けとくみたいな。なんかそういうのはありなのかなみたいな。ちょっとそういう思惑。思惑なんですけど。こうで、ちょっと待ってよ。こうで、入り口、こうあります。で、どこだ？パーティションになるのではないよね。収納系だよね、多分。収納系なのか。あ、でもこの辺にありそう。あれ？見落としてる？ある。木製の本棚置いて、待てよ、向きが変わっちゃう。なんか出てきた。そこの隙間飛び出した。こういう配置どうなんだろうね。ちょっとここ距離ありますか。ちょっと距離ありますかして、どうしよっかな。ダークブラウン、ダークブラウン置きがちみたいなところあるんですけど、ブラウンという選択。どうだろうね。なんとも言えないな。ちょっと待ってよ。ここの空間に、ここの隙間に、どうだろう。ハンガースタンド置きたいけど、多分そこ超不便なんだよな。で言うと、この辺なのかなっていうところもあるんだけど、ちょっと窓の前になっちゃうけど、
こういう感じなのかなみたいなところはあるんですけど、ちょっとこうするで、そこの隙間どうしよう、そこの隙間どうしよう、どうしよっかな、なんかなんか光源置く、光源置くか、グランドライト置くか、観葉植物置くか、ちょっと悩むんですけど、そうなんだよね、そこの暖炉の床にこういうの置いて大丈夫なんていう、なんかそこが若干なんか気になるところではある。一応なんかそれっぽく置けるけどそれっぽく置けるけど、どうしようかな、ちょっとね、いやなんか選択肢としてはなんかこう詰めてここに傘立てとか何か置きますみたいなのもなんかありなのかなと思ったんですけど、って感じなんですよね。なんかね、ここがちょっとね、なんかこの本棚の場所がちょっとネックになるかなっていうのが、なんかちょっと邪魔な配置になるかなみたいな、やったらここを L 字にしてここに何か埋めるなのかなみたいなところで思ったんですけど、どうしようかな、なんかそうですね、なんかここの隙間に置けるやつ、それかなんかこういうの積んどくか、まあこれはでも上に積んじゃうでいいと思うんだよね。なのでこうやって置きましょうか。っていうかこれの色変えれる、暖炉、暖炉の色はベージュとか、なるほど、どうなんだろうね、なんか本棚ちょっとレッドでいいと思う、ちょっとこういう色味でそうまとめといてみたいな、なんかそんな感じでいい気はするんだけど。でシェフレラ置きますか、そうなんだよね、なんか配置的にちょっと暖炉の横で果たしていいのかみたいなのあるんですけど、ちょっと試しにグランドライト埋めてみる、これこういう感じ、ここなんかこういうので埋まっててほしいなみたいなそうなんだよね、スティック掃除機という救世主、スティック掃除機救世主かもしれない、ちょっとこう置いとく、なんかちょっと植物はね、なんかちょっとかわいそう掃除機ならばいいのかというところはあるんですけどね、こういう感じで、なんか、まあ、隅っこに置くならこれだよねみたいな、ちょっとそういうのがあったので、ちょっとこういうちょっとかわいい色味にしとく、ちょっとねこういうかわいい色味にしてここに置いてますみたいな、こんな感じでいきましょうか。であとはそうですね、ここに椅子あります、どうしようかな、なんかここの前になんか椅子はちょっと多いかなって感じがするんですよ。椅子はちょっと多いかなで、スツールも一応なんか、まあ、一見ことないけど、ちょっとやりすぎなのかなってちょっと思ったので、やったら、なんだ、座椅子ではなくて、なんか丸いやつ、これ、円座か、座布団か、なんかこういうの。こういうなんか低い何かそう置きたいなみたいな、菊のクッションという選択もあるのか、ちょっと待ってよ、菊のクッションを置いてみる、こう、いやーどうだ、そう円座にして、でちょっと黒とかにしとく、ちょっと黒どうなんだろうね、白ではないと思う。ブルー。こっちもブルーにしよう。こっちもブルーで、ちょっとここの前でポツンとというのも、一応選択肢としてありますみたいな。ちょっとそういう感じにしましょうか。で、ちょっとね、なんかこの辺ちょっと区切ったりとかありなのかなと思いつつ、でもここでカウンターで区切ってるしな、みたいなところもあるので、
うん、なんかあんまパーティション系はちょっと今回いいのかなみたいな、ちょっとねせっかく縦長やしちょっと縦長でちょっと広々使おうかなみたいな、ちょっとそんな感じでいきましょう。でこれのなんだこのハンガーラック、ハンガーラックの色が選べるけど、いやでもそこはねちょっと足黒じゃないとなんか消えちゃう感じがするので、ちょっと黒にしとこうかな。黒にして、で黒でネイビーでいい気がする。うん、ちょっとこんな感じでいきましょうか。あとはどうだろうね、なんか壁掛け系、天井系、何かその置きたいもの置けるよみたいな、まあ飾りたいものがあればっていうところがあるんですけど、どうだろうね、何か、なんかそこの上とかになんか飾り棚飾るみたいなのはいけるし、あーシンプルなウォールシェルフこういうのもいけるのか。ちょっと待ってよ、なんかいつの間にか追加されてたやつねこういう、どうなんだろうね、なんかこれはどうなの、2個並べるの。あでもなんかここがひっつくっていうわけではないのでちょっとなんとも言えないな。やったらちょっと待ってよ、ね、単純に可愛いからさくらんぼ置いちゃおうかな。さくらんぼ置いて、で色がねちょっと濃い方にする、アメリカンチェリーでこういう感じ、ちょっとこんな感じで置いとこうかな。でこっち側はどうしようかな、何か、あちょっと待てよ、時計か、そっか時計置くはありですね。なんかなんていうんですか、こっちとかはなんかねどうなんだあなんか演奏してみたいな感じ でこっちはテレビ見てなんで、ね候補としてはこう向きの壁に配置するか、なんかここの本棚の横とかに配置するか、暖炉の上に配置するかみたいな、ちょっとね3択に今なってるんですけど、そっちか、なんかそっちな気がする。そっちで振り子ダイナー、どうだ、遠いなウォールクロックっていうのもあるんですよね。なんかこういうなんだ派手なやつをしてみる。ちょっとダイナーなネオンクロック、こうして例えばこことか、なんかねそういうちょっとワンポイントでちょっと派手なやつみたいな、なんかそういうのはちょっとね、いやどうなんだろう待ってここは何が変わるの、あそういう背景が変わりますか。なるほど、なんかこういうなんかわかんない、なんかそういうスポーツチームの背番号みたいなブラックナンバーで、でそうですね、黄色とかにする、黄色こうみたいな、ちょっとこうしましょうか。で高さどうしよう、こんぐらい、そんぐらい、もうちょい高い方がいい、ここ悩ましいね、こんな感じ。で若干こうテーブルよりもテレビ方面にあって、まあそっちでも見やすいよみたいな、なんかそういう配置でいきましょう。まあこんなもんなんじゃないでしょうか。なんかね置きたいとしたら、なんかこれ以上はどうだろうね、なんかちょっとねなんかうるさくなっちゃいそうなどうなんだろう、欲張りすぎかなみたいなところがありますので、じゃあちょっとね室内はこの辺にしてお外を作っていきましょうか。さてお庭と外観作っていきましょうか。まずはちょっとねまた家の見た目から作っていくんですけど、どうしようかな、なんかちょっと広々、まあこんぐらいにしようか、なんかね中くらいサイズの形にして、で選べるのがあんまないから黄色い瓦屋根に壁が選べませんでした。でドアがじゃあドア黄色にする、いやどうだ、緑ちょっと濃いやつ、ブルーにしましょうか。青い縦長窓のドアに
この辺のドア飾りは別にいいかなって感じなんで、ちょっとこのまま行きましょう。うん、でこんな感じにして、で今日なんですけど、ちょっとね、何、ちょっとここの鬼はちょっとぐるっと囲いたい、ぐるっと囲いたいなってちょっと思ったので、ね、柵使いましょうか。ちょっとたまにはそういう、たまにはそういうやつもいいのかなみたいなところがあるので、レンガかな、レンガなのか、ちょっとこういう木の柵なのか、丸太壁の柵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 。どうなんだろうね、レンガかな、なんとも言えない、なんとも言えない。なんか広々してるというのもかなりいいんですけど、ちょっと入り口は入り口でみたいな感じでちょっと区切ろうかなと思うので、石壁という選択、石壁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 か。ちょっと背高いやつにするか、ちょっと背高いやつ、背高いやつにするか。ブロック塀、ブロック塀か。あー、なるほど、こういうちょっとね、背高いやつで隠してますよか。あー、でもどうなんだろうね、なんかこの家の形とちょっとイメージがなんかなんとなく合わない気がするので、ちょっとさっきからずっと家具と壁をちょっと開いたり閉じたり開いたり閉じたりしてるんですけど、どうしよっかな、すだれ、あー、洋風の柵、洋風の柵にしますか。洋風の柵か、レンガの壁か。ちょっと大本命レンガの壁かなって思ってるんですけど、あー、でもどうだ、ちょっと洋風の柵にしましょうか。あ、またやってるちょっと待ってよ、洋風の柵でこう、でちょっと隅っこまでこう引いて、どうだろうね、そこをちょっと1マス開けるかどうか諸説あるんですけど、こっちもドドドドってして、でこういう感じにする。あー、いいね。でこういう感じでちょっとね、まあ、お庭ぐるっと区切りましたよと。でお家に関してはどうしようかな、ちょっとね、あ、ちょっとなんか作っちゃったちょっとね、どっちかに寄せたい。今日右に寄せるか左に寄せるか、ちょっと右、右に寄せましょう。右に寄せて、でこっち空間はなんかゆったりしてたいなみたいなところなんですけど、まずちょっと足場引きましょうか。何にしよう、テラコッタ、テラコッタかな、レンガにする、レンガにする、ちょ、組木、あー、組木にしましょうか。組木でこうドドドドドドってして、でこんぐらい、こんぐらい、こんな感じ、こんな感じで、ちょっと組木でこう入り口までこうやって引いといて、で入り口の前だけどうしようかな、何かこういう石畳とか。あー、でもちょっと何とも言えないんだな。ちょっと待ってよ、もう1マス欲しいかってなるので、こうこう、ここ丸くみたいな、こんな感じにしましょうか。でこっち側はね、なんかその倉庫的な、倉庫的な何かちょっと置いてほしいなみたいな。ちょっとこっちはね、なんか裏側みたいな感じなんで、ちょっと倉庫的な何か置いててほしいながあるので、あるのでというか今思ったので、あー、こういう木製物置きか物置、このサイズは収まりませんと。木製物置きにしますか。ちょっと縦長いやつ、縦長いやつでこうやって置いてます。で置いてます。そしてちょ、屋根黄色やし、ちょっと違う色味にしたいなと。アッシュ、アッシュかな、アッシュいい味してるけどね。ブラックという選択もある。どうだろうね、アイボリーも捨てがたいぞ。アイボリーにしましょうか。でこういう感じで置いといて、でこっちからね、なんかいろいろ取ってきて、なんかここの空間でバーベキューしたりみたいな、なんかそういう感じもいいのかなと思いましたので、ちょっとこんな感じでいきましょう。よし、せっかくなんか右側にこうやって収納空間作ったので、なんかこっち側はね、何かその
何、まあ固定で何か置いてますというよりかは、何かその引っ張り出してきましたみたいな、何かそういうのを置きたいなみたいな、なんかそういうそういうのをちょっと今思ってるので、引っ張り出してきましたな、キャンプグッズ。どうなんだろうね。なんかちょっと日によってちょっと片付けてたりとか、まあ、引っ張り出してきたりとかができるぐらいの、どう？この辺は植物。なんかこの山ゾーンでこういうやつか。これ引っ張り出してきたらいいね。あとは車とかになるんですよね。で、まあ、熊とかがいたりなので、ちょっとこういうバーベキューグリル持ってきて、こうやって、ここで楽しむよみたいな、なんかそういうのはいいかなって思うので、バーベキューグリルと、あとはね、折りたたみ式のなんか椅子欲しい。折りたたみ式の椅子とテーブルが欲しいなみたいなところがあるので、そうですね。こういうやつ、折りたたみアウトドアチェア。あとは畳めなさそうですもんね。ディレクターズチェアとかも多分畳めるのかな。どうしよう、ディレクターズチェア畳めるんかな。ちょっと何とも言えないので、まあ、折りたたみアウトドアチェアにしましょうか。こういうやつで、そこの近く、グリルの近くに置いといて、足はね、どうしよう、赤で統一しようかな、今日。なんとなく赤で統一して、で、オレンジとかにしますか。オレンジとかにして、で、こっちも、こう置く。なんなら違う色でいろいろ展開してもいいみたいなところもあるんですけど、あとは、こういうやつ、多分畳めるやつ、アウトドアベンチということは、アウトドア、じゃこれベンチや、つまりよ、一旦片付けて、これか、アウトドアテーブル、これ、畳めるやつみたいな感じなんで、これをちょっとね、なんか、囲んでますみたいな、これを囲んでますもいいのかなみたいな、こっちちょっと違う色にする、なんかね、なんかオレンジがたくさんあって、なんかなんだかなって感じがしたんで、こっちはイエローにしようかな。イエローで、こういう感じでみたいな。どうなんだろうね。ちょっとなんとも言えない。こう、こんぐらいで、どうしようかな。いや、どうなんだろうね。こんぐらいにして、で、ここの一式も、こんぐらいに寄せて、で、ここの柵の前に低木を植えたいなと。ので、それは低木植えましょうか。植物。ちょっとだけ植えるぞ。で、ピンクプルメリアにしましょうか。これどんぐらいいける？ここはもういけないのか。ここの縁ぐらいまで。こんな感じ。なんかね、お庭感出ましたね。で、こんな感じでちょっと低木植えてて、で、そこの前でバーベキューしてるよみたいな、ちょっとそういう感じにして、ちょっと斜め、ちょっと正面、正面でもいいか、ちょっと正面、こんぐらいにしましょうか。こんぐらいにして、で、あと、クーラーボックス置くか。クーラーボックスどこ？これか。はい。こんな感じ。で、こっちに置くか、テーブルの前に置くか、ちょっと悩ましいんですけど、ちょっとテーブルの前ら辺に置きましょうか。こういう、ちょっとね、なんかみんなから真ん中ら辺にちょっとこうやって置いといて、まあ、それぞれがね、なんか好きなものを取り出すよみたいな、ちょっとそんな感じで行きましょう。色はこれブルーでいいけどな。で、こっちの色変えれるけど、ちょっと待ってよ。黄色。なんかそっちの椅子黄色やしなみたいな。白という選択肢。こっち白で、こっち違う色にする。ちょっと待ってよ。フレームの色変えれる。あ、木にしましょうか。木ライトウッドで黒枠。
黒枠でライトウッドみたいな、ちょっとこんな感じ。うん、でこれはねちょっと収まるかなみたいなところがあるんですけど、ここのね何収納からちょっと実は持ってきたんですよみたいな、ちょっとそういう感じでいきましょう。でどうしようかな、ここの隅っこに何かそのライト置いとく、なんか街灯的な街灯、まあなんかねちょっと広々空間やし、なんか丸い街灯とかなんでもいいのかなみたいな、そういうところがありますので、ねこういう系でもいいなってところがあるので、ねどうしようかな、丸い街灯置きたくなっちゃう、丸い街灯いいね黒がいいかな、ブラウンにする、いや黒にしましょうか、黒、うん、こんな感じ、こんな感じで、で夜はまあここのね街灯を頼りにまあまあ、バーベキュー楽しんだりみたいなもできますよみたいな、ちょっとそんな感じにしますか。うん、あとはどうだろうね、なんか他のライト的なものはいるかなと思ったけど、なんかまあ別にいいのかなっていう感じもするので、どうしようかな、なんかここのこの道沿い、この道沿いになんか低木植えてもいいのかなってちょっと思ったので、どうする、同じ種類植えるか、まあ、違う種類植えましょうか、ピンクじゃない、あでも種類的に言うと、うん、まあ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 、黄色金木犀、黄色いやつ植えとこう、こういう感じで、ここ側の手前はこういう風に植わってますよ、これどうしようかな、隅まで植えちゃうか、こういう感じで、隅っこまでこうやって植わってますして、で、うん、なんかねここでバーベキューできるぞと。あとはどうだろうね、なんか物欲しい奥、なんかねそういうちょっと生活感アイテムちょっと欲しいなんて今なんとなく思ったような思ってないようなみたいな、なんかそういう感じなので、物欲しロープいいな、ちょっと物欲しロープ置いちゃおうかな。うん、ちょっとこっち側、ちょっとねこっちはねなんかそのバーベキューとかするかもしれないので、そうなんかあんま近くに干したくないなみたいなのがあるので、ちょっとこっち側に置きましょう。で色が、あーまあホワイトでいいかな、いやどうだ、ブルーストライプ、うん、ちょっと分かりづらいね、ちょっと横向いてるからあんま分かりづらいんですけど、ちょっとこういう感じで置きましょうか、この辺かな。うん、ちょっとあんまりねなんか花に近すぎてもなんか虫さんとかがねついたりとかしたら嫌だなみたいなところもあるんで、ちょっとなんとも言えないんですけど、ちょっとこんぐらいにしましょうか。うん、で外観もね、あーなんかいいね、こうやってねちょっとここはねなんかその普段片付いてるんですけど、なんかその日によってこうやってねいろいろ広げたりとかもできるぞみたいな、そんな感じもできましたので、じゃあちょっと室内でまた報告しましょうか。さあそれでは完成しましたので報告しましょう。ん？どうした？作業ははかどってるか？たく。完成しました。いや、待ってました。いよいよお披露目の時間だな。えらい長いこと頑張ってたな。あんたの丁寧な仕事ぶり、じっくり見せてもらったぜ、たく。よし、今回はね、結構がっつり作りましたもんね。さあ、見ていきましょう。チャンペン様。スポーツ観戦。よし、ゆったりと観戦できるね空間もできましたので、そういろいろとねいろんな方向からテレビは見れるぞみたいな、そういう感じに仕上がりましたが、あーいいね、こいつは期待以上の仕上がりだぜ、せっかくいいものが仕上がったんだし、写真の1枚でも撮っちゃどうだい、
絶好のプロモ写真になると思うぜ、たく。よし、じゃあ撮らせていただきましょうか。よし、撮らなくちゃ。あんたの気が済むまで思う存分撮っていきな、たく。よし、じゃあ、まあ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 、メインのここ、やっぱりね、落ち着いて見るぞってなったら、ここのソファーの上で見てほしいので、ちょっとそこに座ってもらいましょうか。で、まあ方向的にはね、こういう感じで見れればなっていうところがありますので、この真ん中ら辺から、ちょっと引きかな。ちょっと今回広いもんね。うん。こんぐらいにして、で、ボッてする。で、どうしようかな。ポップ。ふんわり。ドラマチック。ドラマチックいいけどね。ドラマチック選びがち。ドラマチックにしましょうか。今日は素直に。ね。なんとなく。で、こういう感じにして、フレームと日付にしましょうか。で、こうして、はしゃい。うん。なんかまあ全体的にこう映ってる感じ。どうだ？もうちょい低くて。でもなんか今の高い角度がちょっとなんかいいなって思ったので。よし、じゃあちょっと、この写真使いましょう。よし、じゃあちょっと、お写真も撮りましたので、帰りましょうか。いや、お疲れさん。なんだ、もう用は済んだのか？たく、帰ります。お、気をつけていけよ。もっとなんかあったらあんたに頼むから、そん時はよろしくな、たく。よーし。まあね、なんか、結構今回はね、落ち着いた感じでゆったりみたいな感じに仕上がりましたが、まあね、なんか、たくさん椅子もあるしね、いろんな人も呼べていい感じになったんじゃないでしょうか。ムーポンちゃんお帰り。はい、今回のお給料、2万ポキヨ。ありがとうございます。はい。今日はお仕事終わる。それとももう少し働いていく。よし、終わりましょうか。わかったわ。ゆっくり休んでね。よし、ということで今回はね、シャンペン様の、ね、ゆったりできる、まあ、スポーツ観戦しつつ、まあ、みんなでワイワイしつつみたいな、そんな感じの空間ができましたが、うん、また次回はね、ちょっとどんなベストを作ってるのか、また楽しみにやっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。